れは人間生存者かもしれません。ゆっくり近づいてみてください。映像を分析してみます。見覚えのある顔だわ。アイアンタウンで暮らしてた子よ。なんて名前だったかしら。ダメよ、近づいてきちゃダメ。来ないで、あいつが待ち伏せしてる。モンテッドデータベースに該当データを発見しました。手配名称ザムザ、賞金額9900ゴールド。ずいぶん前からモンテッドされて多くのハンターを返り討ちにしてきた強敵です。お前らも決して許さない。成長したって実感はないが。つけたの？あの怪物を。うん、このクモの糸すごく硬くて弾力があるから人間の力じゃ切れないと思う。すごい。助けてくれてありがとう。やっと生存者を見つけたわね。
うわお、でかしたぞ。なんじゃ、目に砂でも入ったのか、ダヌ。そうなの、いつもより多めに砂が。って違うでしょ。嬉しくて涙ぐんでるの。生存者はかなり衰弱しているようです。急いでアイアンベースに連れ帰ってください。栄養失調ですね。蜘蛛の巣に囚われている間、絶食状態が続いていたためでしょう。命に別状はなさそうですが、回復には時間がかかります。そのうち元気になるってことか。いやー、よかったよかったなあ、ダヌ。おりゃ、ダヌがおらんの。何やっとんじゃ。トニー、本当だ、トニーだ、生きてた、トニーが。患者には安静が必要です。騒ぐなら出て行って。ああ、そうか、そうだね、出てく。なぜこの女の子の顔に見覚えがあったか思い出したの。トニーはアイアンタウンで商売してたトレーダーの娘でね、ヨッキーが惚れてた子なのよ。わしもあと20歳若かったら心臓がバクバクなっとったかもしれんの。しかしヨッキーのやつめ、いつの間に機械いじりにしか興味がないのかと心配しとったんじゃが、きっちり色気づいてくれて一安心じゃ。生きてた、トニーが生きてたよ。何かご用？患者には安静が必要です。たった一人でも生存者がいてくれて本当によかった。あなたのおかげ、ありがとう。ひょっとしたら他の場所にももっと生存者がいるかもね。キャンプを回って確かめてみて。
じゃあヨッキー、整備は終わったか？バッチリさ。どれ、見せてみろ。ところどころネジの締め方がちょっと甘いが、よかろう、合格じゃ。なんじゃこのパイプは。エンジン周りを見てたら、なんだか吸気と排気のパイプが居心地悪そうにしてたからさ、ちょっとつなぎ方を変えて短くして居心地良さそうな感じにしてやったんだ。パイプたちも喜んでたよ。なんじゃと。驚いたな。吸気と排気の効率が良くなってエンジンの馬力が上がっとる。お前一体どこでこんな技を。なんとなくパイプたちがブーブー言ってたから、そうした方がいいかなと思って。元に戻そっか。戻さんでいい、バカ野郎。ごめんなさい。謝るな、たわけ。あんたがトニーを助けてくれたんだってな、ありがとう。え、そうなの？結果的にはその助けてくれたわけだから。なぜって、その別に理由なんか別に、そんなシドドモロロ、いやシモモドドロじゃないし。バカみたいに酒飲むのはやめたんだ。もう一生分飲んだ気がするし。何言ってんだよ。そんなんじゃないんだってば。オイラはただ、これからはちゃんとして役に立つ人間になりたいんだ。だからオイラも連れてってよ。あんたと一緒に戦いたいんだ。勝手にしろ。
れはまだまだ甘っちょろい坊やじゃない。見どころはある。鍛えてやってくれ。よろしく頼む。と呼ばれていた場所です。今は干上がってしまってますが。やる気になってくれて嬉しいわ、ヨッキー。ボサッとすんなよ。足手まといにならぬようキリキリ働くんじゃぞ。わかってるよ。うるさいな、もう。新しいゾーンへの侵入を確認。このゾーンに出現すると思われるウォンテッドモンスターの情報を送信しておきますね。送信した情報は戦歴コマンドからウォンテッド情報を見ることでいつでも確認できますよ。休憩しようよ。
業して金を返させてもらう。このまま勝ち続けてやる。オイラも成長したのかな。みなぎってくる。ブリッジと呼ばれていた生存者キャンプだったはずですが、どうやらここも徹底的に破壊されてしまったようですね。
白いものを発見しましたね。その装置があれば砂の下に埋もれている鉄くずなどを発見できるはず。試しにスイッチを入れてみてください。スイッチというとこれか。もし近くに鉄くずが埋まっていれば金属探知機が反応して自動的にシグナルが発生します。スイッチさえ入れておけばあとはずっとフルオートで作動し続けてくれますよ。シグナルを見つけたらその場所へ移動して調べれば鉄くずを回収することができます。この世界では鉄くずはとっても貴重な資源です。見つけたらぜひ回収してくださいね。新たなレスターポートの登録を完了しました。生き残らず片付けてやるぞ。このまま勝ち続けてやる。強力なエネルギー反応を感知、サンズと思われますが、ウォンテッドデータベースにそれらしいデータは見当たりません。指名手配されてない。とするとこの辺りじゃ新顔のモンスターってこと。意外と弱いのかもしれんと。わざわざ賞金をかけるほどの敵じゃないと。それは希望的すぎる観測では。この地形じゃあいつを倒さない限り先には
進めそうもないな。マジか。マジであんなのと戦う気かよ。少しは強くなったのか。こんな凶悪モンスターをやっつけちまうなんてさ、まだ信じられないよ。なんていうか、クソすげえじゃん、オイラたち。これからは俺たちが奴らを狩るんだ。そうだな。よし、暴れちゃうぞ。一匹残らず皆殺しにしてやる。俺たちの手で、俺たちの戦車で。ああ、そうだな。そうなるといいな。